はい、皆さん、こんにちは。宇宙人のカメラ小僧、ミスタミラレスです。あれが抜けてました。宇宙人のアマチュアカメラマン、カメラ小僧、ミスタミラレスです。長すぎるんじゃいてね、名前もちょっと短くせえでね、思われるかもしれないんですが、長いんですよ、私は。いろんなところがね。でね、それでね、特に話が長いんですけどね。それでね、あれです。今ね、キャノンさんの EOS 関係ね、R1、R5、Mark II とかね、まあ、今後出るじゃないですか。それに、伴ってね、メーカーさんから R5 Mark II を借りて、まあ撮影されてるのがね、よく YouTube で出てますよね。まあ例えば私の大好きなウズさんなんかもね、R5 Mark II をね、なんかメーカーさんから借りて動画作られてますよね。で、あと、ユートピさんとかね、ユートピさんかな、まあ、あの方も、キャノンさんからね、R5 Mark II をお借りして、多分借り取るよね。もうほとんど借りられ。ちょっと多分借り取る思うんですけども、借りて、撮影されてる。今回ね、その最新の動画、ユートピさんの最新の動画見てね、思ったんですけど、やっぱすごいよね、R5 Mark II。あれです。サブじゃないわ。あれは、なのかな？サムネイルのとこがね、EOS R5 Mark II。特極の AF 性能って書いてるのかな、サムネイルのところで。題名がですね、キャノンの最新 AF& プリ連続撮影がやばすぎる。…EOS R5 Mark II、閉じる。でね、ユートピさんが最新のね、動画作られとってね、あれ見たらね、まあやっぱり R5 Mark II ってすごいんかないのもちょっとこう思ったんですけどね。それがね、なんでか言うたらね、ユートピさんが、トンボの撮影をされてたんです。トンボの、トンボは超トンボなんですけど、トンボは私よく知っとるんですけど、まあ、でね、私も地元でトンボがたくさんおる場所も知っとるんですけどね。実は、この、ZFC じゃなくてね、私の得意な OM1 Mark II じゃないですよ。OM1、初代 OM1 ね。まあ、初代いうか、初代はもう何十年前の初代なんで、それじゃなくてここ2年ぐらい前の OM1 ね。で、OM1 Mark II はちょっと持ってませんから、OM1 でそのユートピさんが今回 R5、キャノンさんの R5 Mark II で撮られとる超トンボ。超トンボをね、撮られると写真見てね。まあ、あれが撮れるんならね、多分 R5 Mark II ってね、いいんじゃろうなと思いますね。ちょっと悔しいけど。でね、私が OM1 で超トンボはいろいろとチャレンジして撮ってますけど、OM1 でも撮れます。もう OM1 はすでに、2年前から撮れてます、写真はね。で、問題は、ガチピン率いうか、出てどう言ったらいいかね。成功率だから、まあ、例えば、100回やって、何回ガチピン率、ガチピンがね、合うからね。まあ、それをやると多分 R5 Mark II の方がいいんじゃろうなと。ユートピさんの動画を見る限りはそう感じましたね。
まあ、ただ分からんですよ。私の、あくまで腕の話なんで、OM1 を私が持って手持ちで、34で、300mmF4.0 アイスプロで、手持ちでね、撮る限りじゃったら、ゆうとびさんが R5 Mark II を持って、撮影、写真、その、超トンボ撮られてる方が、まあ、成功率は高いように思いましたね。まあ、ぶどまりがね、いいかね。じゃあ、OM はマイクロフォーサーズで撮れんのか、言うたらもうすでに2年前から撮れてます。一応それはちょっとお伝えしようと。ぶどまりは悪いかもしれんけどね、OM1 の方が。ただ、今、私が思うとは、OM1 マーク2を私は使ってませんから、OM1 でも2年前から撮れてますんで、ぶどまりは悪いけども撮れてますんで、最新の OM1 マーク2だったら、ぶどまりがよく、R5 マーク2に対抗できるんじゃないかと、まあ、勝手な想像なんですけどね。とは思ってますけどね。で、あと、その、ゆうとびさんが、ウミネコを取っとってほぼ 100% ピントが合っとるとか言われてましたけど、その動画の中でね。R5 マーク2で、ウミネコなんですけどね。うん、あれ見る限りじゃ、まあ、いいでしょう。なんとなく見る限りね。見る限りは、やっぱ R5 マーク2の方が OM1 よりいいかもしれない。ただ OM1 ももうすでに2年前からあれは撮れてます。で、問題はあの距離だったら多分撮れてます。要は距離なんですよね。トンボにしてもそうだし、ウミネコ、鳥にしてもそうなんだけど、あれ見る限りは、R5 マーク2の方が、ゆうとびさんが撮られてる R5 マーク2の方が、私が撮っとる OM1 で、撮っとるその海猫にしても、鳥のね、海猫にしても、蝶トンボにしてもね、私はま、手持ちですけど、まあ、ゆうとびさんも多分手持ちなんでしょうけど、その R5 マーク2のゆうとびさんの方が多分成功率ね、ぶどまりはいいんじゃないかなと感じました。特にあの、ウミネコは100%のようなことを言ってましたんでね。で、蝶トンボも結構そんな雰囲気に見えましたんでね。ちょっと OM1 が負けたなぁいう気もするんじゃけど、ただ OM1 は2年前の話なんでね。で、今 OM1 マーク2のがありますんで、OM1 マーク2はどうかがちょっと気になるとこではあるんですけどね。で、プリレーシャーでなんか、やっぱり、結構ね、ゆうとびさんが大騒ぎされてましたけど、あれはもう OM1 はもう大昔からありますんでね。別に大騒ぎする話じゃないんで。ちょっと、キャノンさんに真似されたかな、いうのがちょっとあるんですけど。まあ、真似された言うたら、またこれで私もね、言葉が悪いんだけど、嫌味っぽく聞こえるんだけど、別にそういう意味じゃないんだけど、まあ、今ね、他社がね、プリレンシャルのなんか、結構、真似してきとるんでね、OM1 の。だけど、ちょっと、OM1 危うしですよね。と言って、なんか上から目線出んかな、OM1 が真似しとったりって、ちょっとそこわからんですけども。ただ、OM1 昔からプリレンシャルありますからね。プリレンシャルと同じ動作をするやつがね。ちょっと言い方が違うんで、誰なんだとか、プリ。ちょっとそこ、言い方が違うんですが、まあ似た動作、あれはありますんでね、性能動作のやり方はね。でね、問題は、その、ゆうとびさんの動画を見る限り、ちょっとやっぱり本当は正直な感じ、R5 の方がぶどまりが良さそうなんで、さっきから同じことなのでも言うんですが、ちょっとね、悔しいたら悔しいね、正直言うたら。OM1 マーク2を買うてから勝負せねえけんのかもしれんけど、ただまあ OM1 マーク2をね、今、まだ買う気にもならんからね。それがね、OM1 がどうも、まあほんまか嘘か知らんけど、この春の時に、今年の秋には AF 性能をね、どういうんかな、アップグレードするみたいなことをね、
まあ、ダウンロードできるような感じのことをメールが来てましたんで、まあ、ほんまなんか嘘なんか、まあ、ちょっとそれ次第ですよね。ただまあ私はまあ今ね、その、ウミネコにしても、そのチョウトンボにしても、どっちか言ったら、スポーツの方がね、人物の方が気になるんでね、もう、人物が取れりゃいいかな、いう感じですよね。だからまあ、OM1、Mark2 を、まあわざわざ買う必要があるんかな、いうのもあるしね、今。まあそこで悩んではいるんですけどね。うん、まあ今の OM1 でもね、十分取れるんです。で、まあ十分じゃないね。完全に納得はいかんけど、まあある程度は取れますんでね。まあちょっとそれでしばらく我慢しようかな、と。いう感じですかね。でね、とにかくね、そのユートビさんがその捉え取ったチョウトンボと、ウミネコ、あれを見る限り、なんか私もね、結構、うずうずはしてきとるんです。ウミネコはそろそろ、再チャレンジで撮影に行かんといけんかなと、OM1 持ってね。OM1 Mark2 じゃないですよ、OM1 持ってね。手持ちでね、撮影のちょっと練習してこようかなとは思うんだけど、ちょっと、まあ、行くのがね、島根県になるんでね、私、まあ、広島なんで、ちょっと遠いんですよね。で、まあ、100キロ以上ぐらい走らんといけんなんで、数十キロ走らんといけんなんで、ちょっと、めんどくさいなぁ思って、ちょっと、めんどくさいで行く時間がないんですよね。だから、まあ行く機会があればちょっと行ってこうか思うんだけど、まあユートビさんの見る限りじゃあちょっと R5 Mark II になんか対抗したいなぁいうのもあるんですよね。ちょっと OM1 Mark II じゃないけどね。で、あとはね、やっぱりね、撮影、鳥と私の距離です。鳥と私の距離がベスト1ですね。近すぎてもダメなのよ、あれ。近すぎても撮りづらいし、離れすぎてもダメだし、ちょうどいいね。まあ、ぶっちゃけた話、10メーターから20メーターぐらいの間なのかな。まあちょっとそれはね、測ったわけじゃないんでね。もう自分の感覚なんだけど、10メーター前後から、まあ、30メーターか20メーターぐらい、前後かぐらいにウミネコが入ってきたら、ベスト。ね、近すぎるとちょっとまた撮りづらいんだけど、まあでも、遠いよりは近い方が撮れるよね。ガチピンになるよね。だからね、意外とね、島根県の行ったらね、ちょっと遠いんですよね。キャノンさんでウミネコよく撮られてる人のを見たら、どうも青森県のなんか方か、あの辺になんかウミネコ取り行かれとるのよう見るんだけど、あれ距離がやっぱり近いからちょっと有利ですよね。まあ、別にそれを皮肉よるわけじゃないのよ。やっぱり距離が近いとね、ウミネコと自分が近いとね、取りやすいんですよ。でね、島根県のね、ウミネコたくさんおるんだけど、ね、やっぱり距離がちょっと離れるんだよね。あんなに近くないんでね。青森県のみたいに。だからちょっと不利なんですよね。で、さらに、まあね、意味センサーがマイクロホーサーズだけ不利なんか、うん、でもまあ望遠が効くけ得なんか、ちょっとね、よくわからんような状況ではあるんですけどね。ただ、イメージセンサーがやっぱり全てじゃないのがね、つくづく感じても、今これ ZFC 持っとるんですけど、これ ZFC は APS-C じゃないですか。APS-C で OM1 はマイクロホーサーズなんだけどね。じゃあいざイメージセンサーが大きい方が有利か言うたら、イメージセンサーだけじゃないんですよね。やっぱりその例えばシャッタースピードとかまあいろいろあるじゃないですか。まあこれなんかだったら4000分の1までしかいかんし、OM1 はもうそんなもんじゃないからね。何万分の1までいくからね。だからイメージセンサーだけの話じゃないでしょう。で、あと、OM1 だったらね、そのプリレンシャーみたいなこともできるけど、これはできないでしょ。いくらイメージセンサーが OM1 よりでかい言うてもね。だから、やっぱりね、イメージセンサーだけじゃないのをね、やっぱりね、私がね、ちょっと映してこう、こんな件からちょっと、ウミネコ撮影とは、その超トンボ、
ちょっと行ってみたいな、という感じで、今、うずうずはしとるんだけど、ちょっと行くチャンスがないんで、ちょっと今、狙ってはおるんですけどね。ということでね、今日は、同じこと何遍も言おるんだけど、で、この、別に絶対死をけなしとんじゃないからね、それもまた、これはこれでね、ポートレートは多分、これの方が OM1 よりいいように、私は感じました。だいたい10メーター以内ぐらいの前後の女性のポートレートは、OM1 よりやっぱりこの ZFC の方がなんとなくいいように感じました。まぁ、ちょっとそれはレンズとの関係もあるとは思うんだけどね。まぁ、そこら辺でね、ちょっとね、いろんな悩みがあってね、そのカメラはそのカメラにはメリット、デメリットがあるからね。まぁ、とりあえずちょっと、近々、まぁ、すぐは無理か。ちょっと、海猫と小トンボ行ってみたいなとは思うんだけどね、ユートビさんの見る限り、ちょっとそういう感じで感じてきましたね。まあ、一応そういうことで今日はご視聴ありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。